どうも、ヌヌです。ポーションクラフト遊んでいきまーす。とりあえず材料採取して。で、いろいろ課題がまだあるんだけど、マニュアルだ。課題が、資料術のポーション作る人気レベル7に到達する人気レベル。人気レベル今6。錬金術マップで超大量の経験値を集めるっていうのと、極空の塩を作るっていうの。で、塩は食を買わないといけないから、結局はってとこだね。で、お金は今3505あるから、とりあえずお客さん回してみるか。見せてください。あ、食を売ってる。あ、これはアップグレードも欲しいんだよな。お金貯めないとダメだね。値段交渉。錬金術器の追加部品。追加のオーブンと4つのポーション容器が含まれています。より複雑な実験を行うことができ、またさらに価値の高い物質を作ることができます。これ買わないと先に進まないかな。まあ、とりあえず今お金ないんでこれで終了。治癒のポーションが必要。腰刺されたの？大丈夫？地下の遺跡の入り口を塞いでいる瓦礫を吹き飛ばせるポーション。爆発なんかなかったっけ？爆発。爆発のポーション作ったよね。これを値段交渉でちょっと値段高く売りたいから、全員が好んであるから、すげえ迷惑なやつがいるんだけど、そいつのことを眠らせたいんだ。睡眠薬、欲しいものありませんか？魔法の木のおかげなんですよ。あー、結構安く売ってるな。これもいいな。谷の家に忍び込みでそこから物を見せしたいんだ。会話終了。畑の野菜がどうも小さくなってみたけど、また大きくするポーションがあるかよ。成長のポーション。姫ごとで使えるポーションっていうかな。そうね、姫ごとのポーションってなんだろう。これ
凍結のポーションくれ。姫ごとで使えるポーション。ここなんだよね。どうやって行こうかな。左に進めるやつ。ラインにしといて、これでだいぶ近くまで行けるから、微調整。よし、できた。
お、人気レベル上がった。で、今日、玉の信号の、これか。玉の石を作るためには、うわ、すごいな。透明化さんの俊敏が、炎を届くと、これは何だろう、資料術かな。太陽、太陽って何、太陽ってあったっけ。そもそも曲の使用あ、できるんだ、ここの範囲だけで。今の範囲でできるんだけど、資料術を作りたいな。それには結構な材料が必要っぽいけど。ちょっと材料集めに走るかね。ポイントかね。これ覚えとこう。爆発カメラ、火ってどこ？これか。氷だ。じゃあ水で戻しちゃう。
毒皮、氷、爆発。左に行って、上に行って、これじゃないな。で、雷だけど、雷は向こうか。アップ落ちた。材料潰して、上に行かせて経験値を取りつつ。あとは右に持っていければ。結構いいな。これで毒とヒット、霜、爆発、稲妻の弱ポーション。毒、火、霜、爆発、雷、オッケー。それ用に資料のポーションも作らなきゃいけないけど、透明なところ、
透明なやつ、透明化のポーションってどこに入れたっけ、入れてないか。はい、というわけで今回はここまでにして次回続きやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぬぬのゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。